リー、ケイ、リリー、しっかり、ケイ、誰がこんなこと、全て終わったと思ったのに。まだ終わってなかったのよ。でもあなたのお父様は母よ。あの女なら考えかねないわ。反逆同盟抹殺ぐらい、たとえ私がその一員だと分かってもね。気をつけてね、君も。青春、それは悲しみと苦しみ。この物語は悪の巣窟国鳥学園を舞台に、暗い過去と秘密を背負った少女たちが勇敢にも悪に立ち向かう戦いのドラマである。もう夜明けだね。スピードの古いコートの襟に顔をうずめながら、その濡れた髪ただ震えてた。悲しみの青い影、君の背中今ここで抱きしめたら崩れそう。俺たちの終わらないロマンス、シャドウが瞳の涙、二人の若さを責めるのはやめて。シャドウが君がなくした、シャドウが夢のかけらが胸の奥に刺さっていても、もしかしてあなたのお母さんって、どうして由美が私の母よ。私を産んで、そして殺そうとした。そんなことって私が四つの時よ。あの瞬間から私の中で一時も消えたことはなかったわ。恐ろしい母の顔と黒鳥マークが。そうだったの。それで転校してきたのね、黒鳥学園に。ええ、あるのね、こんな偶然って。初めて会った時にね、なんか惹かれるものがあったんだけど、つながっていたのね、私たち、運命の糸で。ユミ、もしかすると私たちが本当に倒さなければならないのは、
あなたのお母さんかもしれない。やはり美穂様は反逆同盟の一員でした。残念ながら打ち漏らしましたが、他の3人のうち2人までは確かにこの手で、残る1人も美穂様ともども早急に。何か、まさか。なんていうのこの子。確か由美とか。大至急調べるのよ、この子のこと。はい。先日付で北朝学園は廃校になった。もはやお前らの学校など存在しないんだ。帰れ帰れ。俺学園正常化どころか廃校になっちまうなんてな。何だったんだろう俺たちのやってきたことって。学内で数々の事件を引き起こし、さらに乱脈経営が問題となった国庁学園が突如前代未聞の廃校となってから早くも3週間が経ちましたが、こうして新たに白鳥学園という名で再生されることになりました。経営陣から教師生徒まで一新して、これからは健全な教育を進めていこうということです。あ、君、こんなことになってしまってどうですか。冗談じゃねえぞ。返せっつってんだ俺たちの学校よ。何が白鳥学園よ。ふざけんなってんだよ。ねえ、美穂は？うん、あれから家には戻らないで、いろいろと裏を探ってるわ。そう、動けるようになったら必ず落とし前はつけるからね。それだけ元気なら今すぐでも大丈夫だよ。ちょっと、重病人なんだからね、少しは休ましてちょうだい。本当に言うたったら、ぶっつんなんだから。ぶっつん言って。すべて予定通りに進んでいます。今日はプレートの付け替えも終わりました。生まれ変わる学園に国庁などという汚らしい名前はふさわしくないわ。過去の人間と一緒に葬り去るのよ。例の由美とかいう娘の陳情書です。和子様、もしかしてこの娘。下がりなさい。はい。国庁学園の過去を全て捨て去って今度は超エリート養成校を作るらしいわ。全国から優秀な生徒を引き抜いて徹底的な管理教育で意思を持たないロボットを作り上げるの。そして日本の中枢に送り込まれた彼らがやがて日本を支配する。つまりは国庁グループが日本を支配するってことね。 B 計画の裏にはもう一つの計画があったっけ。
このことは父も知らないことだけど、いつの間にか父は乗っ取られていたのよ。黒幕は母よ。これではっきりしたわ。瑠璃や剣に重傷を負わせ、私たちを殺そうとした相手が。はい。恨んでるでしょうね、私のこと。あなたを殺そうとした悪い母親ですものね。でも言い訳かもしれないけど、これだけは信じて。あの時私も死のうとしたのよ、あなたと一緒に。死ぬこともできず連れ去られて、山形と結婚して私は変わったわ。いいえ、変わらざるを得なかったのよ。でもね、由美、あなたのことは忘れたことがなかったわ。いつか会える時が来る。このビルも学園も国庁グループの全てがいずれあなたのものになるわ。ユミ、私の母は死にました。私が4歳の時に。それだけを言いに来ました。早く模様替えしないと。国鳥学園の匂いのするものは全て排除しなさい。はい。新生白鳥学園のスタートまであと1ヶ月。大至急取り掛かるのよ。あっ！
和子奥様、いえ理事長様、どうか私たちを見捨てないでくださいませ。お願いいたします。お下がりなさい。理事長様、どうか、早く出てきなさい。いや、おい、君たち何をするの。お前、俺昔からお前のこと嫌いだったんだ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。山形でございます。由美、わかったわ。お別れを言いに来たの。さようなら、お父さん。起きなさい。ルリケン、ユミ、
みんなやっぱりここだったのね。ひでえよひでえよ。まだオイラの気持ち全然伝えてなかったのに。ごめん。でも私いいのよ、何にも言わなくても。分かってる、ユミのことは。ありがとう。持っててほしいの、あなたに。また会えるわね、きっと。さよならは言わないわよ。またね、ユミ。ここで見送って。すべてはここから始まったから。高層ビルの街角に止まない雨を残して、ああ思い出がそう重なって口づけが止まらない。遠い街で I love you.